満州のことを話しておりますね、はい、ただいまのところ里見始めという阿片商人がね、はい、莫大な阿片を中国に持ち込んでね、中国国民に甚大な被害をもたらした、そのことによっては日本人民間第一号の犯罪人として拘留されましたけどね、彼は釈放されるんですよ ね、 そうですね。なぜ釈放されるかというと、彼がですね、自分の犯した罪の経緯をね、はい、正直に宣誓公示書というものを書いて出したんですね。それによって東京裁判は進行できるから、まあお前は釈放してもいいということで釈放されたんでございますけれど、実際の情報はですね、宣誓公示書に現れた以外の情報はですね、里見はね、どうも密かにアメリカ側に行ってるんですね、ですからアメリカ側はですね、里見をうっかりですね、裁判で、まあ、被告として進行すると、里見からどんなことが出てくるか分かりませんからね。アメリカもですね、アヘンと無関係じゃありませんしね、イギリスはもとよりそうですし、それから戦勝国につながってる蒋介石などは里見からアヘンの上がりからね、相当な金をもらってますからね、そういうことも割れちゃいますからね。まあ里見にまああまり深く追及せずに話したんですね。まあそのことはね、政治家でもね、岸信介というのは東京裁判で被告人として逮捕されましたけど、はい、岸信介も裁判にかけられず釈放されてるんですね。彼が何を言ったかということは、まあおよその推測はつきますけどね、まあ政治家のことでございますから、ここで変に私が呼ばれることを申し上げても問題になるといけませんから、まあこれはそれ以上申し上げませんけれど、まあ岸信介は将来アメリカがね、日本をですね、占領解放して、日本の政治をですね、アメリカが遠隔操作するときに、使いやすい人物ということで、残さなくちゃいけませんからね。そういう人材として、岸を残したという点があるんです。日本の政治家、これはという人材を、すべてで戦争犯罪にかけてしまいますので、日本がアメリカから離れて、独立して政権運営するときに、アメリカの盲目になる人材がいなくなってしまいますね。そういう点から、岸は、言いなりになる存在ということで残したかもわかりませんけどね。まあ、これはね、背景は、明確なことはわかりませんけれど、まあ、ここで、里見に移りますけど、はい、里見は今申し上げたようにですね、愛に関する情報をですね、アメリカに、提供したんです。アメリカもね、将来愛をね、まあ、戦略的に使おうという意図があって、里見が話したんですね。では、裁判、どういう形で進行するか。裁判の進行というよりもね、里見が教育書で書いた内容をこれからで具体的にお話申し上げたいと思いますね。そこではね、日本の代表的な商社である、三菱商事と三井物産がね、アヘンを巡ってですね、取り合いをしてるんですよ。なるほど。国連が禁止した、まあ、人民に害悪を及ぼすね、アヘンをね、商売上、三井と三菱が取り合ってんですよね。その話もね、里見の宣誓公示書の中に書いてございますからね、それをちょっと紹介したいと思います。では、里見の宣誓書の続きでございますね。まあ、前回までの続きは、前の番組見ていただけた、と分かりますけどね、里見がですね、支那派遣軍の楠本定隆大佐から頼まれまして、アヘンを米市から輸入するようになった、そのことを知ったですね、支那派遣軍よりもっと上の参謀本部の金田定明がね、そんなアヘンがあるなら俺も一枚噛んで、その金でもってですね、この一生から傀儡政権を作れと言われておりますから、その傀儡政権を作ってですね、その傀儡政権と和平交渉をして、日中戦争を終わらせようと。そういう意図のもとにね、傀儡政権を作ったんですね。首相南京として、首相は王朝明ですよね、政権を作るというのは莫大な金がいるわけですね。王朝明は、蒋介石のもとで一緒に働いておりますね。それを引き剥がしてですね、日本へ持ってこな、連れてこなくちゃいけませんね。王朝明だけじゃありませんね。王朝明を支持する有力な
蒋介石の元で働いている政治家も連れてこなくちゃいけませんからね。莫大な金をかかる、金がかかるわけですね。三方半部の謀略課長である、謀略課長である、影田定明はですね、その資金をですね、アヘンに求めたわけですよね。莫大なですね、アヘンを輸入するんですね。後から物的に申し上げますけれどね、三井が輸入したアヘンが、ここに書いてございます。いちいちこの表に帰りますけど、帰りますけど、莫大な量ですよ。そして、三井と競争的にあります、三菱商事もアヘンを輸入しておりますね。三菱商事の記録は残っておりませんけれど、三菱はおそらく三井物産相当以上のですね、アヘンを日本に持ってきていると思います。三菱というのはね、三井に比べると、なかなかまあ、高額なところがありますからね、そういう書類を残さなかったんですね。三菱さんが残しましたからね、こういう記録が残ってんですね。では、先ほどの続き申し上げますね。先生講師書の中で、里見がですね、私は、かつては新聞記者をしておりましたけれど、軍部から頼まれて、アヘンを取り扱うようになった。支那派遣軍の大佐から頼まれた。楠本忠敬大佐から頼まれたということをですね、まず後遺書で言っておりまして、その後遺書に出てこない背後には、参謀本部の影田忠明がいて、大量のアヘンの、まあ、収益金をですね、参謀本部が、いわば悪い言葉で言うと巻き上げましてね、それで、傀儡政権を作ったわけですよね。では、その続きでございます。私が、アヘンの販売から得た金は、私自身の名義で、対外銀行に預金いたしました。次に1回、または2回、私は、楠本中佐に報告いたしました。この時は楠本は中佐でございますけどね、その後大佐になってね、最終的には楠本は少将まで行っておりますけどね、楠本中佐に報告をいたしました。私のアヘン販売値段は、特務部の将校と、特務部というのは、支那派遣軍の謀略担当の部ですね。特務部の将校と、私との間の協議で決めました。私は彼らに当時の市価を知らせ、私が販売する値段について指示いたしました。この手順は、特務部が承認いたしました。特務部の指令により、私は私の名義で貯めてある金から原価を三井物産株式会社に支払い、私自身の所費用を差し引いた残高を特務部に支払いました。私自身の所費用というのは、まあ、いわば、里見の儲けですね。支払いました。この儲けの額も、パーセンテージが後から出てきます。イラン産アヘンの輸入取引については、イランのアヘン専売会社を相手方として、三井物産と三菱商事とが、かねてから激しい競争を演じていた。両者は、1937年、昭和12年、3月6日、浅田俊介、中イラン代理公使の立ち会いのもと、つまり外交官がですね、国際的に認められない、アヘンの売買の仲介をしてるんですよね。浅田俊介、中イラン代理公使の立ち会いのもとに、向こう1年間は、三菱の独占を認め、それ以後は改めて協議することに協定していた。38年に入ると、三井は美濃技術以後の自由競争を主張し、三菱は引き続き独占することを主張した。中山昭一郎中イラン公使は、1月25日、広田光輝外相に宛てた電報で、美濃技術到来せば、両者の間に激烈なる競争を行われるべきは予知せられるところ。しかもその相手は一個の専売公社になるがゆえに容易に先方のために操られるべく。昨のごときは我が方の不利となることは両者とも理解しおるらしきも、アヘン取引は年600万円に上る大取引。
まあこの金は今で言うと6000万円ぐらいですね。大取引なる上、これを置いて他に相当なる商売なきため、両者とも、先に言えば、本社に対し、自己の成績に執着し、対極的利害、顧みる余裕と権限なきがごとしと報告した。三井物産と三井物商事がですね、アヘンをめぐって激烈で競争しとるんですよね。しかし相手方は、アヘンの後者ですからね、独占的な後者でございますから、商社が競争していると、向こうのですね、言いなりになって、莫大な儲けを向こうに取られる可能性ありますから、何とかしてもらいたいということを言ってきたんですね。で、600万円に上る大取引なる家に、これを置いて他に相当なる商売なきため、両者とも出先にては、本社に対し、幾度成績に執着し、対極的利害、顧みる余裕と権限なきがごとしと報告した。この後、三菱は、亜鉛会社との独占契約を勝手に更新してしまい、三井は58年12月27日までの取引を拒絶された。つまり、三菱が独占契約を結んでしまいましたからね、三井物産は相手方から取引拒絶されたんですね。このため、三井は日本公使館に三菱の協定違反についてねじ込み、一方、日本陸軍の発注したアヘン428箱、68,480ポンド、856,000両、これは中国のですね、単位でございますけど、1両はですね、36グラムで計算していただくとよろしいと思います。1両36グラム。金額で言うと、280万8000円分をブシル港から、イランのブシル港からシンガポール丸で積み出したのであった。ここに記録が載っておりますけれど、三井物産株式会社によるイラン産アヘンの輸入、1938年4月、280万8000万、8000円、280万8000円、シンガポール丸と書いてございます。この事態に困り果てた中山公使は4月7日、広田外相に宛てて、三菱は公使館の言命を無視して独占契約をなす。三井は独占契約につき、三菱をなじりながらも民意契約以外にて、アヘン輸出を成し終れる次第にて、利益のためにはいかなる仕打ちに譲るや、計り難き事態なるにつき、この際、速やかに、両者の協定を促進せしめられ、帝国貿易の国際的品位をある程度維持せしめられることを切望しますと言った。大体ね、世界の金星物質をですね、輸入させておいて、品位あるね、態度もクソもないと思いますけどね。にも国策としてね、愛をね、取り扱ってるわけですから、外務大臣がイランの公使から頼まれて、日本駐在公使から頼まれてね、まあ折衝に当たるわけですよ。その後、アヘンの宛先をめぐって、陸軍側と外務省、さらに満州国まで巻き込んで、ごたごたが展開された末、4月12日、シンガポール丸が上海に入港し、全アヘンを中国人名義で値上げすることが黙認され、騒動に蹴りがついた。つまり、三井物産が輸入した1938年4月の628箱、68,480 ポンド、金額について280万8000万については蹴りがついたということですね。この後の処理の大筋は、里見の公室の通りである。その後、38年10月20日、南京の維新政府から三井物産に対し、972箱のイラン産円輸入証明書が交付された。南京の維新政府というのはここです。中華民国国民政府、汪兆銘のですね、政権ができる前は、支那派遣軍が作った傀儡政権、中華民国維新政府というのがあったんですね。
その後、五丁目の席ができますと、これに吸収されるんでございますけど、この五丁目の席ができる前、中華民国維新政府というもの、これはですね、愛について、それまで陸軍、特務をやったことをですね、やってたことを引き継いだんですね。うん、南京の維新政府から三井物産に対し、972200のイラン産の輸入証明書が隠された。ここですよ。972箱ね、972200の輸入が維新政府から OK が下りたということですね。このアヘン155,520ポンド、69,984キロは赤城30に積み込まれ、39年1月初め上海に登録、上海に到着した。三井側は39年度にさらに2000箱の買い付けを必要とする見込み、軍側の了解を得たが、外務省によって商談の進行を停止を命じられた。一方、満州国では鉄火産アヘンが凶作となったため、39年2月末までにイラン産アヘン3000箱を三菱によって輸入するとともに、三菱は38年12月13日、その契約を行った。これに伴って、三井に対する制限は解除されたが、三井は中山公使に対し、三菱に2万のアヘンを輸入せしめるならば、三菱が満州国の要請に従ってアヘンを輸入すること、三菱に2万のアヘンを輸入せしめるならば、三井の市場たるべく、したがって、三菱の3000箱中より、満州大連を通じて、市内に輸入せしめざるよう、外務省の監視を希望する。つまり、三菱が満州に輸入したアヘンを、中国本土に持ってくるなということを言ってるわけですよね。うん、なお、今回、三井は、外務省より、停止命令を正直に順法しており、降りたるために、これを無視して商談を進行したる三菱のために、先を越されたる経験に鑑み、今後同様の場合、外務省の命を報じがたいことになるべしと申し入れ、三菱の安易をめぐる構想は39年度に落ち越された。つまり、アヘンの輸入もをめぐってね、三井と三菱が交渉するんですよ。そうですね。ごたごたが起きるわけですよね。そういう中で、三菱がどれだけのアヘンを輸入したかわかりませんけれど、三菱ね。三井はわかってんだよ。これだけのアヘンを輸入したんですね。後でもらった時に紹介いたします。はい、ありがとうございます。